どうも、ナクロック組の一日とペチとケメロジです。さあ、ということで始まりました。はい、あなたの番です。第7話、直後考察でございます。はい、終わりました。今回ちょっと衝撃度かなり高かったね。高かったね。衝撃だった。ああ、面白かったね。面白かった。めちゃくちゃ面白かった。ということでございましてですね、はい、まあ早速行きましょうか。はい、はい、マジよいよ。僕たちはですね、あなたの番ですというドラマがですね、毎週日曜日夜10時半からですね、日本テレビ系列の方で放送されてるんですけれども、はい、そちらの考察をですね、翌日月曜日朝9時半にですね、最速で更新していると、公開しているというチャンネルでございます。はい、はい、さあ、ということでございまして、はい、ちょっと起きたことをですね、一個一個時系列順に触れていきながらですね、はい、気づいたことなんか話していきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まず6話のね、最後の最後で、うんうん、502号室から誰かが出てくるというですね、うん、ホラー演出があったんですけども、うん、ありましたね、新管理人のよもぎだ蓮太郎だったと、ね、やっぱそういうことでしたか。新キャラかよっていうね、予告には出てたんだけどね。そうね、あ、そうだね、出てた出てた。でそのシーンで別に考察じゃないんだけど、はい、佐野がね、久々に喋ったんですけど、あ、そうだね、なんかちょっとオタクっぽかったね。そうだね、1話とかだとさ、うん、そこ開けしつつよみたいな、うん、武骨な感じなのかなと思ったんだけど、うん、え、いや、ここに住んでるんですけどみたいな、ね、そうだね、なんか感じだったの、ね、可愛らしい、疑われやすい。いや、ますますやっぱさかなクン説が、ね、出てきた、佐野さかなクン説がやっぱり、ね、8話でギョギョギョって言うと来るかもしれない。8話でギョギョギョ言い出すよ、言い出すからこのまんまということでございますね。はい、はい、じゃ続いて木下がですね、はい、この7話は1話通じて写真撮りまくりっていう ね、これもねめっちゃ撮ってたね。西村を写真で撮影していたりだとか、はい、警察をね歩いていくシーンを動画で撮影していたりだとか、うん、柿沼瀬能がね、うん、なんかこう新管理人に怒られてるというか、まあ、服着てるね、そう、ヤクザは出てけって言われてるのか、部屋の中チェックさせろって言われてるのか、うん、まあ分かんないけど、はいはい、怒られてるシーンを撮ってたりとかしたんだけど、うん、特定のターゲットがあるように思えなくて、そうだね、その感じから見ると、で探偵なんじゃないっていう考察も結構多かったんですけれども、うん、今回の8話の予告で、あれ本名で活動されてますよね、あ、そうだね、新管理人から言われたりとか、あと、まあ、ミュージカルが好きとかっていう情報も、まあ、もちろんあったんですよね。なんか役者さんをやっていて、あ、まあ、ありえそうだよ、ね、人間観察のために結構撮ってたりとかするのかななんて、うん、まあ、でもゴミも撮ってたりもしたからね。でそれはもうだから清掃係というか、うん、あ、そっちでの、そう、あ、じゃあ別の目的だったわけね。そう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 、あ、なるほどね。そうそうそう、あ、はいはい。でその後ですね、まさしとね、神谷が手塚翔太宅を訪れて、まあ、僕たちがこの事件任せてくださいみたいなね、うん、まあ、感じになっていくわけなんですけれども、うん、くれぐれも他の刑事には言わないようにしてくださいみたいなことを神谷が言うと、うん、そうか、まあ、別にあの文脈からその発言が出るってことはすごくおかしいわけではないんですけど、うん、俺たちの邪魔すんなよ感というか、なんか、うん、なんかある種の感情、うん、そうだね、があって、うん、もっと言うとこれちょっと別の考察ともリンクしていく話なんですけれども、うん、その後ですね、早苗宅で交換殺人ゲームのこと動いちゃったんだみたいなことをね、うん、なんか早苗からちょっと諭されるというか、うん、言わなくてよかったのにぐらいの話をしてる時に、頼れる男見つけたから大丈夫だよみたいな感じのこと言って、うん、まあ、頼れる男っていうのはまあ神谷のことなんだけど、はい、なんかやっぱり警察側で出世競争でバトってるみたいだから、うん、何かしらこう神谷と結託してやりそうなのかな、ね、もっと言うとなんか神谷って結構正義感強そうな印象あったじゃん。そう、そうだね、そうそうそう、だからなんか弱みを神谷が握られてるとかね、ね、まあ、そうだね、かそれを分かって神谷が利用してるかな、あ、逆にね、と、そっかそっか、それもあり得るね、上手だ。さあ、そしてその同じシーンですね、まあ、ラジオがずっと流れていて、はいはい、まあ、とにかくこの榎本家にはラジオが流れている、ね、そうラジオ前回もね流れてましたもんね、うん、そう、あれは2話かな、管理人の室の窓ガラスが割れてその中からまさしが出てくるっていうシーンが確か2話にあるんですけど、うん、その後のシーンだよね、あれ、そうだね、そうそうそう、レシート確認するシーンで、そうそうそう、まあ、ラジオが流れていると、でその時もまさしは止めてくれよって言ってたことなんだけど、まさしはだからラジオを聞きたくなさそうなんだよね。うん、そうだね。でこの榎本家のラジオって何なんだっていうところがまず1個と、うん、まあ、僕たちセリフをきちんと確認したいっていうところがあって、うん、字幕をつけてちょっとドラマね、見させていただいてるんですけれども、はい、その2話の時のラジオは一応ね、ラジオが何喋ってるかっていうのも字幕で流れてたんですよ。だけど今回はラジオの音っていうこの1語だけで全部処理されてて、うん、でしかもなんかそのラジオも北川っぽい
感じも、うん、2話もそうだし、今回もそうだったし、意味深よね、このラジオは。意味深だね、何かしら。なんか2話の時点では、まさしが警察だから道路状況なり、障害なりって思ったんだけど、うん、今回見た感じだと、やっぱり聞きたくなさそうなんだ、そんなに、うん、前回も今回も。まあもちろん大事な話してるっていうシーンだから、一応どっちも、うん、まあまあそうね、っていうのもあるけど、そうなるとやっぱりそのラジオってさないに意味があるのかなっていうところ。うん、もっと言うと今回消してくれって言ったけど、今回無視してたじゃん、なんか。あ、そうだね、うん、無音じゃ聞こえちゃう何かが奥でいじってる。でもラジオじゃなくてもよくない？だったらもう音楽の方がむしろよくない？確かにね。なるほど、ラジオである何か意味が、ラジオである意味か。織田信長がラジオネームじゃないかみたいな話あったじゃん、黒島が言いた織田信長の名前が、織田信長がさないって感じじゃない？あ、でもなくはないかも、今話してて思ったけど。読まれるの楽しみにしてるとかさ、めっちゃハガキ職人みたいなね。なんで殺したいで書かれちゃったの？すっごい毎回毎回読まれるからじゃん。もう一人ハガキ職人がいて。いや、まあそれか、さない、そうか、それがさないがラジオ聞いてて、いつも織田信長っていうハガキ職人のが流れてくるから、そいつがうぜえみたいなんで、さないが書いたパターン、さないが書いたパターン、さないはなんか悔しいんだ、悔しい悔しい、そうそう、織田信長、まあ、わかる、また私の読めなかったよみたいなパターンか、ちょっとどうだろうね、わかんないけど、多分刺激する、刺激するけど、ね、まあまあ、そう、そんでその後のシーンがね、そこよ。でその後ラジオも分かったわよみたいな感じで棚に行くときに、棚をなんかこう押そうとする直前でシーンが切り替わると、うん、でこれが何なのっていう話で、多分ね、そこまで考察班じゃない人はそんなに気にしなかったシーンだと思うんですけど、さないのこの部屋っていうのはなんか他の部屋とは間取りが違って、うん、まさにあの棚を押そうとしていた棚のところって、例えば手塚家とかをふわーっとこう思い出していただければ分かるんですけど、うんうん、手塚家でいうところの寝室がある部屋なんですよ、はい、でそこが隠し部屋になってるんじゃないかっていう考察は常にあったんですけれども、うん、ついにここで本当に隠し部屋っぽいぞっていう、濃厚ですよね。でちょっとさらに言ってしまうと、予告で早苗さんをかばっていいのか分かんないんだよねみたいなことをナナが言っていて、でしかも早苗がそのあと別のカットでまさしに対して、私たちが嘘をついてるのは本当じゃないみたいなことを言うんですよね、うん、っていうことはやっぱり隠してるんだろうね絶対に、うん、相変わらず怪しいです、ね、怪しいですね、いうところでございます。でその後ね、リサイクルショップで、セノンアイディの父親の西尾とね、浮田が見つけ出して会うと、はい、やっぱりなんか一緒に犯罪を犯してた仲間っぽいね。まあそうだね、そうだね、みんなで盗んだ金ねえぞお前、うん、みたいなこと言っていて、でとこのリサイクルショップで、まあ、浮田が殺されるわけなんですけれども、うん、まあ、浮田が殺されることに関してちょっとまた後で触れるんですけれども、うん、セノンが浮田の足をポッと刺して、はい、お前らがいたら捕まっちまうだろうっつって、うん、帰らすんだよね、はい、で帰るシーンを車の中から見てるカットが、誰かが見てるカットが、うん、あったあった、これが誰なんだと、うん、で次のシーンのカットから察するに、西尾リサイクルショップの車の中から見てるんだよね、うん、まあそうだ ね、 そうね、まあ、演出としてはその後沖田を殺した犯人ってことなんだろうけど、まあ、ってことなんだろうけど、ね、てかそうだよ、でもだとしたら西尾リサイクルショップの車になんで乗る、まあ隠れてた、まあそうだよね、でもまあ西尾リサイクルショップの車とも限んねえの、そうなんだよな、いやでもいやどうなんだろうね、位置的にはそうだ、ね、位置的にはでもそうだよね、確実に、うん、っていうまあところがあります、謎ですという感じですね、うん、であとその後警察の会議のシーンがありまして、うん、はい、これもちょっとね、考察班の皆さんが好きそうなワードが出てきまして、ここパッタイということでね、出た遺体じゃなくてパッタイって言ってくれって、ね、水木が怖いから、ね、でわざわざパッタイってなんだっていうセリフを作って、うん、説明させるシーンまで作るわけだから、そうだね、まあ、パッタイっていうのが米粉の麺でできたタイの焼きそばっていうことはもう作中でもね、神谷が説明してくれて、うん、まあ、まさにそういうことなんですけれども、うん、まあ、僕らも調べたんですけど、うん、わかんないパッタイは何なのか、もちもち激うまパッタイが東京駅で食べられるっていう美味しそうな記事しか見つからなかったからそうだったの、うまそうだねちょっと食べてみたい ね、 ね、その後ですね、小島佳代の筆跡は本人のものと思われますということをまあ言っていて、うん、6話のね、うん、一番白熱した議論といっても過言じゃない、はい、まあ、そうだね、黒島の字と似ているもんだ、はい、と思われますっていう表現なんで、うん、まあ、はっきりと決まったわけではないですが、まあ、警察のことですから、おそらく小島佳代の筆跡が分かる何かを入手して言ってるに違いないんで、うん、まあおそらく小島なんじゃないかと、あの字は、まあ、そこはそうだね、うん、小島はほぼ白なんじゃないかな、そこに関しては、うん、っていう感じもしてきたよね、うん、結局ね、でさらにですね、ゴルフバッグを誰が出したのかっていうところで、うん、送り票の筆跡は小島なんだけれども、若い男が出したということが、うん、青木アナの証言で分かった、はい、青木アナ演じるね青木アナだよね、青木アナの証言で分かったジャニーズ大好き青木アナの証言で分かった、青木アナの情報が
いうことでございまして、で若い男がじゃあ金運会に誰がいるのっていうところで言うと、はい、柿沼と江藤だけなんですけれども、うん、実は久遠もね、そうなんですよ、21歳なんですよ、うん、これはあるぞ。で、そう久遠だった場合の話なんですけれども、うん、前からね久遠真意日本人説っていうのを唱え続けてきていて、ね、まあ、これが何かっていうと、まあ、特に根拠はないんですけれども、うん、エクバルはねバルビーさんが演じられているにもかかわらず、なぜか真意と久遠に関しては金沢美穂さんと伊坂郁美さんが演じられていると、うん、まあ、結構確かに真意なんかに関してはセリフも多かったし、まあ、 そうね、まあそれもの意味もあるのかなと思うんだけれども、うん、もしかすると実は日本人なんじゃないかなっていうオチになるんではと、うんうん、いう、まあ、考察を昔から僕はしていて、うん、まあ、結果から言うと店長が日本人だったっていう、まあ、オチだったんだよね、ドルジさんがね。ただまあだからといってその二人が日本人じゃないとはまだ限らなくて、まあ、まだね、クオンが日本人じゃなかった場合は、うん、青木アナは絶対なんか片言でしたねとか、まあ、そうだね、絶対優に決まってるから、ね、うん、外国人っぽい男の子だったんですけど優に決まってるから、うん、日本人じゃない場合はクオンじゃないと思うんだけど、うん、もしクオンが実は日本人で何かの理由で外国人ぶってる、うん、可能性があるとすれば、この20代前半のリストの中には実はクオンも、そうだよね、柿沼江とクオンが含まれると、うんうんうん、あと一応触れておきたいこととして、はい、6話でですね小野美希葉と石崎陽子がバトルシーンがあるんですよ、うん、警察に報告するかどうかみたいな話し合ってるシーンで、うん、石崎は捕まりたくないですよみたいな感じのことを言うと、うん、それに対して小野美希葉がなんで殺される心配よりも逮捕される心配の方してるんですか、うん、石崎陽子って自分で名前を書いてるから誰か引いてるじゃんみたいなことを言うと、うん、でそこに矛盾があったんだけど、まあ、蓋開けてみたら家の中では殺される心配を石崎陽子はすごくしていて、ね、うん、そう考えるとそこまで気にすることはなかったのかなっていうような気もする、まあ、そうだね、でその後細川がそげなんわからんちゃとかシャーシーとかって方言を出すシーンがありまして、ね、特に今何がわかるってわけではないんですが、北九州とか大分県の方面、まあ、鳥取っていう、まあ、話も調べてみるとあったんですけれども、まあ、あっち方面の出身っぽいなと、わざわざ方言使わせてる、いや、そうだね、うん、現状北九州だからあのシーンと繋がりますねとかっていうことはないんだけども、ね、後々ね、うん、どっかで紐付けされるかもしれないから ね、 そ、 ね、そしてみんな大好き小野美希葉ちゃんもが、いやーすごい、今日も大暴れしてくれましたけど、ずっと怖かったな今日、私のこと捨てるんですか、いやもう目がビー玉みたいだって、そうマジでうるうるしてるしね、うん、こう分かったこととしてはやっぱり小野美希葉っていうのは翔太と、まあ、何らかの頭のイカレで付き合ってるとやっぱり、うん、思い込んでいたと、うん、いうことがまあ分かりました、はい、でおそらく1話からもう付き合ってると思い込んでる、ね、そうだ、もう会った瞬間が、ね、挨拶した瞬間にもうずっと翔太しか見てなかったから、そうそうそう、うん、あの瞬間にこの人好き、あ、私たち付き合ってるってなったんだろうね、なったんだろうね、うん、だケムロジュと一緒ですよ、ケムロジュ一緒、全く考え方はケムロジュと一緒です、一緒です、はい、目が合う付き合ったそこまでやばくない、そこまでやばくない、はい、さあ続いて管理人室でね、うん、マスターキーがないということで、うん、ヨモギダがちょっとあれねえなみたいな感じになるシーンで、マスターキーって何の鍵っていう、うん、ね、あれ確かにどこの考えられるのはエントランスとかにあるその番号をして部屋の、うん、ね、そのそれっぽいよ、ね、それっぽいけど、オートロックってことでしょ、オートロックっていうのか、あれ、うん、そう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 、あとさ、そのさ管理人が死んだ後っていうか前とか1話あたりで結構よくあったのが、管理人室の鍵を手にすることによって、うん、いろんな部屋に入るための殺人をするための準備で鍵を入手したかったんじゃないか、うん、みたいなことを言ってる人がいた、うん、はいはい、でもさ管理人室にさ各部屋の合鍵ってねえよね、けどでもあるよ、ある、たまにさ、ここ全然連絡が取れないんですけどって管理人電話して、ね、開けてみるみたいなのはよく聞くよね、それって大家じゃない、あ、大家だね、大家と管理人違うか、大家と管理人だって雇われてるもんね、そうかそうか、そう、大家だったら全然ありえるじゃん、だって責任者なんだからさ、うん、でも分かんないね、管理人が持ってるマンションもあんのかもしれないし、ね、あんのかもね、でもだから結局いつからなかったのかっていうのは気にはなるよね、そうだね、さあそしてですね、ちょっと鍵関連で1個言っておくと、はい、管理室に鍵がないのに鍵合わなかったみたいなことを翔太が言ってるっていう話があったじゃないですか、ね、1話ですごい気づきだったはずなのよ、うん、あれは、で7話で管理室に鍵がついてるんですよ、うん、でこれってじゃあ7話からね管理人が死んだ後についたものなんじゃないって
思うがちなんだけど、まあまあ普通には思うよな。そう、実は Hulu 版では1話の管理人室のドアノブにも鍵がついてるんですよ、うん、あの放送時はついてないの、絶対に、うん、絶対にというかもう確認してるんで、僕たち的にも、うん、録画を見たらね。そうそう、うん、要するにまあミスだったってことなんです。そう、完全にそうだね。でね、こっから何が分かるかっていうと、はい、現状翔太の怪しさがぐっと減るのよ。そうだよね。そうなんだよ、嘘はついてないんだよ、別に。そう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 、今んところね、だから怪しいことないのよ、翔太って。そんなには本当に可愛らしい、ここ書いて言うちょっとした嘘ぐらいし、そうそうそう、夫婦間のね、嘘ぐらいですね、可愛いやつよ、うん、っていうところもあるんでね、まあ、一応ちょっと知っておいた方がいいかなというところでございます、うん、続いて、くずみとね、浮田がまあ喋るシーンで、俺、紙に細工したからよ、だいたい目星ついてんだよ、確認してくるわってその後言って、はい、エレベーターに乗り込むわけなんですよね、うん、で、ここから分かることとして、うん、浮田が細工をしたくじ引きを引いた人間は1階の人間ではなさそうなんだね、うん、どうやら、うん、そうだね、まあこれ嘘をついてないとしたらの話ですけども、うん、はい、その後浮田が殺されるわけなんですけれども、うん、その後ですね、新管理人のよもぎだに瀬能と掛沼がまあ怒られてるというかね、うん、シーンがあって、木下と江藤が眺めてると、うん、で、くずみがやってきて浮田が死ぬことを知ると、うん、で、うわぁ、やばいよ、あの人だみたいな感じで、うん、タミヤをこうパッと印象的に映すシーンがあるわけなんですよ。だからタミヤがその紙を持ってんじゃないか、うん、そして浮田を殺したんじゃないかぐらいのとこまで多分想像させたいのかな、そうだね、その演出的には感じがするんですけれども、この浮田の紙を持ってんのは誰なんだっていうところなんですけれども、ほぼ人が絞れます。引いた紙が分かっている人間、すでにもう確実に分かっている人間っていうのが、うん、奈々と藤井と久住なんですよ、うん、奈々は河野隆文、藤井はドルジ田中正夫で、久住は細川、うん、で、さらに北川、これも白紙、これが嘘でなければね、うん、で、1階に住んでいる人間が田宮と石崎、ここは除外されますよね、うん、1階上に行ってるから、エレベーター乗りましたからね、はい、で、浮田本人ではない、うん、管理人でもない、うん、で、会いに行ってるってことは美里でもない、うん、はいはい、っていうところで、小野、黒島、早苗、そして真意、はいはい、さらに白紙が嘘だったとしたら北川、うん、北川を入れても5人しかもういないと、うん、そうだね、いうことになります。結局ですね、女の子、女性しかリストアップされてないわけですよ。で、こっから何が分かってくるかっていうことなんですけれども、うん、浮田がね、針金で首を絞められて殺されてるんですけれども、はい、浮田界の扉の向こうで、うん、浮田が愛理にコードよね、なんか延長コードみたいなやつかな、ギュッてこうやると、はい、重い人でもモテるんだみたいなことを教えるシーンが、うん、まあ、ありまして、うん、なんかそういう方法で殺されたのかなっていう感じがするんだよね、うん、そうだね、まあ、それを瀬能に教えてるわけだから、そうなんだよ、浮田が何で知ってるのかっていうのは分かんないんだけど、うん、まあ、要は何が言いたいかというと、女性でも浮田を殺す可能性っていうのは十分にあり得るのかもしれない、うん、そうだね、その殺し方を見る、うん、ただまあ、どうやってあのトイレであの姿勢にさせたのかとかも、女性だったらねっていうところもあるんで、うん、ちょっとまあ半々だけどね、うんうん、そうだね。あとまた口角が上がってましたね、浮田。そうだね、口角が上がってるといえば赤池美里、五郎、うん、2人は笑顔で死んでいたと、うん、ちょっとうっすら笑ってる感じになって、で浮田も笑顔で死んでいたと、はい、ここにまあ共通点があると、うん、もっと言うと小島かよ、山際はバラバラにされて死んでいる、はいはいはい、他に見つかってない遺体が、うん、っていうところで共通点があると、はい、っていうところで、まあ、ちょっと死にも少しずつ関連性ができてきたのかなと、うん、で、オープニングでさ、女の人っぽい唇をプリって効果上げるシーンがあったりもするので、あ、そっか、美里を殺した、浮田を殺した、この2人に関しては黒幕が殺した感も強いのかなっていう気はする。うん、2人に関しては住人だしね。そうだね、確かに、そうか、そこの共通点はあるね。そうそうそう、うん、その後ですね、久住が細川を殺して自分も道連れにされると、はい、今いうシーンがあって、細川が死んだともまだ書かれてないんですよ、あらすじとかに。そう、久住は血が出てなかったでしょ、そうなんだよね、だからワンチャンどっちも生きてる可能性も まずある。そうだ、ね、で、どっちも死んでる可能性ももちろんある、うん、どっちかが死んでるとしたら細川だけが生き残ってる可能性はないと思う。だから細川は死んでる、うん、でもしくは久住だけ生き残ってる可能性もある、うん、と思っていて、うん、そうなってくると、うん、久住がさ、交換殺人ゲームのルール通りに追い詰められてさ、うん、まあ、細川を殺しそうとしたわけじゃん、うんうん、そうなってくるとやっぱ久住って怪しくないのかなって。逆にね、うん、まあ、そうだね、うん、普通に殺人はしたけども、うん、別にその全体を通すと、そうそうそう、黒幕ではないから、そうそうそう、うん、
なんかほら今回の扉の向こうが袴田階だったんですけれども、うん、まあ、エレベーターをいじってるシーンがもう扉の向こうでまさに描かれまして、うん、でそこでね、まあ、エレベーターの中がやっぱ一番落ち着くわと、うん、音がうるさかったりしてびっくりするから、うん、自分で音ちっちゃくしたりとかして、うん、エレベーターの中が一番落ち着くわみたいなことも言ってたりとかもしたので、うん、まあ、エレベーターのいじってなくずみってまあ間違いないっていうことと、うん、はい、あと他のいろんなシーンで何をしてたかっていうのはまあ分かってないっちゃ分かってないけど、藤井が生首見つけて逃げたシーンで、藤井の4階でねエレベーターが止まったまま開かなかったっていうシーンがまあったんですけれども、うん、はい、そこでもまあ4階で何かをくずみがしてたのかもしれないし、うん、それが偶然なのか意図的なのか、 そこもまあ分かんなかったですね。さあということでね、7話も怒涛の1時間でしたけれども、はい、またね8話もおそらく怒涛の1時間だと思いますし、いやそうですよ、また人が死ぬんでしょう、はい、死にます、間違いないそれはもう驚きません人が死んでもということでございましてですね、あなたの番ですは毎週日曜日夜10時半から日本テレビ系列で放送されておりまして、僕たちはですねその翌日月曜日9時半にですね直後考察動画っていうのを最速で更新しておりまして、放送の前日土曜日にはですねその直後考察についた皆さんのコメントなんかを触れながらちょっと謎を改めてまとめて再考察をして翌日の本番に備えようじゃないかみたいな放送もやっておりますので、よかったらチャンネル登録をして楽しんでいただけたらというふうに思います。ということで以上ロクロックでした。僕たちはですね、SNS なんかもやっておりますのでね、概要欄から飛んでフォローしていただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。ということで、ケメロジェ、はい、キャストの方にメッセージ、うん、お願いします。小野美希演じるナオさん、僕もああいう重い女性大好きなので、僕を好きになってください。お願いします。僕もああいう女性大好きなのって意味わかんないけど。